はい、コロナです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ゲートのクリアレベルは31まで来ちゃいました。そして魔天の間はレベル4ということで、今日はですね、魔天の間をね、一気に進めていきたいなと思います。ウォッチ制作の方はですね、残りフュージョンカバーのみとなりました。チップとかけらはですね、特に特攻キャラヌラリヒョンとかね、持ってないんですけども、普通に周回してサクッと落ちました。さあ行きましょうか。なのでウォッチ制作はね、今回で、でもカバーがねレベル12ということで、さあ魔天の間ではレベル5行きましょうか。さあ攻撃力アップ無効です。さあソラスケレベル5行きます。こんなパーティーで行きます。黒画商ですね、こちら全消し、そしてダメージを受けた時に技ゲージがアップする、そして闇剣を使っていきます。特攻があります。なんとかねガチャから神引きしました。全消し&全種類の妖怪プニを整理する、そして技ゲージが溜まった状態でスタート。剣を使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く溜める、技ゲージが溜まった状態でスタート。サクちゃん使っていきます。これなかなかね使いやすいんですよね。スーパーフィーバーデカプニで降ってくる。で暴走エンマは、サボり要因として置いておきましょうか。10秒サボりがあります。さあこんなパーティーでいきましょうか。さあまずは暴走エンマでサボらせておいて、フィーバーインからの特攻打ちまくりでね、どれぐらい削れるのか。フクロウがですね意外と強いんですよ。もうトリプルゼータの比じゃない強さなんで、これは戦力にね入れていきましょうか。もう少しちょっと技レベル上げたりね育成しようかなと思ってますけども、でも現状やっぱヌラリヒョンがないとね厳しいのかもしれません。さあまずは闇剣を、さあそしてちょっと HP32 万ですね。30万超えましたね。一発でいけそうだ。いきましたね。さあなんとかですね倒すことができました。言ってもまだね前半戦なんで、さあ育成もねしていきます。さあ90ポイント、さあクリア報酬おみくじコインカーモン、おって100ポイント、微妙っすね。さあそしておみくじの間のレベル35なんですけども、強さ的にはマックスですね。さあこんなパーティーでやっていきます。剣を使っていきます。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。さあそして闇エンマ妖魔人種を使っていきます。こちら技ゲージが溜まった状態でスタート。そして極炎魔使っていきます。スキルでねフィーバーゲージが溜まった状態でスタートできるんで、早めにフィーバーインして必殺技打ちまくりできます。そしてナンダさんはですね、スキルでボスからのダメージカット 20%、特攻1体分ですよ。そして暴走炎魔はサボり要因として置いておきます。さあフクロウのレベル35なんですけども、 HP は305,006ということで結構えぐいです。僕はですねまだこのフクロウのね特攻ガチャから引けてないんですよ。なので正直厳しい。正直厳しい。さあフィーバーインからの技ゲージ貯めて、まずは極炎魔でコンボ数稼ぎます。すかさず闇炎魔、これで19万、まだ足りません。さあ技ゲージをくためる、これでいきましたね。3発打ち、 HP はだいたい半分はちょっと残んないかなっていう感じでしょうか。30ポイント、もう少しね HP 残してクリアできれば、次にねうまくつながっていくんですけども厳しい。おみくじコインちっこい方。さあご褒美のマカーモン、魔天の間レアのレベル6来ました。
さあだんだんね難しくなってきます。さあソラスケ、さあ先ほどと同じパーティーでいきます。まあさっきの感じだとまだねいけそうな感じ、ワンフィーバーでねなんとかいけるんじゃないか。さあまずは技ゲージ貯めながらフィーバーインして特攻打ちまくりでいきます。さあフクロウも貯めておきたい。よっしゃフィーバーインからの、さあまずは闇剣をいきます。さあそしてフクロウ貯まりました。さあフクロウ打ってこれでダメージ的には44枚いきましたね。さあなんとかねクリアすることができました。フクロウ杖、そして300ポイント、130ポイント。今回なんか Y ポイントが微妙に減らされてるよね。獲得 Y ポイントかなり厳しくなってきている。その代わりといってはなんだけどガチャの排出率が厳しい。きたね、魔天の魔レアレベル7。さあ行きましょうか。ん？本気を見せてやるよ。最終決戦、今までのは本気じゃねえのか。おっとプレイ条件出てきましたね。勇ましい豪傑プリチ、こんなパーティーでいきます。フクロウは、まあ、特攻なんで使っていきます。さあそして闇剣をも特攻なので使っていきます。だからフィーバータイム中にいかにこのフクロウとね闇剣王を何発も撃てるのかっていうところにこの勝敗がねかかってきます。さあそして武蔵使っていきます。技ゲージ多く貯めるんでサポートとして使っていきます。さあそして軍神使っていきます。軍神はねスキルでフィーバーに入りやすいんでここですかさずフィーバーインしてぶっ放し作戦でいきます。そしてメラポレオン、スキルで復活があるのでとりあえず置いておきましょうか。さあこんなパーティーでいきます。さあこれでなんとか、おっとだいぶ強えな。 HP が100万超えということでちょっとこの辺りからは特攻キャラがないともう立ち行かないよね。さあまずは闇剣を打って、闇剣王が一発で38万いきます。そしてさあデカプニの技ゲージを置く、貯める。そしてすかさず闇剣を2発目。さあこれで袋いきます。95万、ちょっと足んねえのか。マジか、強えな。もう一発いりますね。もう一発いるんだけど溜まってねえ。さあ袋でこれでどうだ。まだ足んねえのか、強え。これあと1ミリに見えて結構あるね。さあちょっとフィーバーで時間稼ぐわフィーバーで時間稼ぎつつ闇剣を貯めてえな、もしくはフクロウで。さすがにやっぱ特攻キャラじゃないとね反撃の方がでかい。たまんねえ。軍神でいけるかな。さあ闇剣をなんとかいきましたね。100万超えはちょっと厳しい。これギリだね。レベル8以降がちょっとやべえぞ。さあ1020ポイント、そして170ポイント。さあなんとか本当になんとか勝てました。これはちょっとやべえな。そして中吉コイン。さあそして3のパワーの封印が終わりました。さあこれでちょっとワンチャンあるのか。封印の方は残り5、6と
HP と反撃ということで、これでなんとかいけるのか、すべて封印が前提なのか。さあ行きましょうか。サボりかけておいて、さあしっかりと技ゲージ貯めてフィーバータイム中にぶっ放して、さあこの特攻のね闇剣をちょっと頑張ってほしいね。さあフィーバータイム入りました。行きましょうか。さあ闇剣を行きます。これで30万ダメージ。1ミリか1ミリか、これ無理ゲーじゃねえか。なんじゃこりゃ。もう一発いきましょうか。これは厳しいね。さあもう一発、おっと26万ダメージ、2ミリです。なんじゃこりゃ。